はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。やっということで、さあ、今回ですね、遅ればせながらやってまいりました。ロゼちゃんのオンザグラウンド見ていきたいと思います。収録ボタンはファイト。行ってみたいと思います。非常に高評価が高いというところでございますので、ね、行ってみましょう。レッツラッゴー。ジェオプティクスウルトーライセンス誕生。お、高評価をしちゃいます。オーラをさらに注ぎ。ついにソロデビューですね。やばい。輝きが溢れ出す、オーラ肌の頂点を目指して。スキップできないわ。あ、わあ。リムジンですね。すごいわね。英語しかもうないわね、字幕も。この初っ端でね、リムジンが燃えているところから始まりましてと。これね、シャンデリア落とすのね。フルイングリッシュですね、もうね、完全にね。このセット、ここら辺。何のキャラクターなんだろう、これ。すごいなぁ。そのピンクとやっぱりそのお花ですよね。バラがやっぱり貴重となってますね、どのところでも。アメリカンアートって書いてあるわ。なんかそのヨーロッパ調な家具とそういうアメリカンな素材と掛け合わせてるのかしら。でも家具的にはこれ全部アメリカンなのかしらとかね、ちょっと思ったりしますけども。
っか、もうアメリカンにしてるのか全然。この辺の被せ方うまいっすね。今のは要するにそのシアターっていうところにいるステージ上のロゼちゃんみたいな感じなんでしょうね。後ろにこれ投影するっていうのは。これはもうサウンドがやばいっすね。ブラックピンクさんもそうですけども、YG にいらっしゃるそのクリエイターの方がやばいんですよね、音が。さりげなくシャク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 って入ってこう、さらにピッチアップみたいな感じしてますよね。こう雰囲気を盛り上げていくみたいな。でも上げすぎないっていうところがかっこいいっすね。お綺麗ですね、本当にね。ちょっとこういう感じのね、肩ショルダー。これはつまりその燃える前のリムジンですね。すごい。ロゼちゃんたちはもうここに眠ってますみたいな感じなのかしら。 Love is fake って書いてあるわよ。素晴らしいわね。なんかもう何もコメント言えずにひたすら聞き入っちゃう感じ。で、上がっちゃう感じね。うわーすごい。これどこまでが CG でどこまでが本物なのかしら。多分この一面のバラの花はほぼ本物ですよね。さすがにこの空はあれですけど。えぐい。これはすごいわ。サウンド的にもすごいですし、メロディーラインもやっぱり洋楽にしっかりこう合わせて沿ってやってってるっていうところで、まあでも英語使ってるからこそのロゼちゃんのもうワールド展開っていうところが素晴らしいですわ。これ、あら、なんかグッズが出てるわよ。え、グッズ出てんの。え、欲しいな。普通にアイスクリームのスウェット欲しくないですか。え、買う。ちょっとこれ終わったら買おうと思います。というところで現場から以上になります。ありがとうございました。よいしょ、つい。